皆さん元気にしとうね。七蔵です。今回遊んでいくアイテムはこちら。バズモッド、鬼滅の刃、吾妻善逸です。こちらは、アニプレックスさんから出ている、バズモッドという稼働フィギュアのシリーズで、今回は吾妻善逸が登場しました。このバズモッドは完全受注生産になっているので、普通のお店、店頭で買うことはできないです。それではまず箱を見ていきましょう。正面は一部クリアになっていて、商品の中身が見えるようになっています。アニプレックス、鬼滅の刃、バズモットのロゴ、12分の1で、善逸、吾妻の文字が入っています。バズモット、鬼滅の刃、吾妻善逸、12分の1スケールです。裏面はこんな感じで、いろんなポージングができますよ、いろんな差し替えパーツがありますっていうようなことが書いてあります。だったり、警告だったり注意書きがなされています。一応、こちらのフィギュアは15歳以上を対象としていますね。横。上で下。それでは早速開けていきましょう。これが楽しみだったんですよね。「鬼滅の刃」のかまぼこ隊の中では善逸が好きなので、とても嬉しいですね。ショート中身を開けていきますと、一応紙が書いて入ってました。警告、ワーニング、まあ、注意書きみたいなことですね。いろんな言葉で書いてある紙が入ってます。ちょっとシールが貼られているので、切りましょうか。四隅もなんですね。4箇所なんですね。よいしょ。よいしょ。中身は2つになっていて、1つには本体や刀、あとは羽織、あと差し替えの表情パーツ、あとエフェクトパーツが入っています。あともう一つには、差し替えの手首パーツ、あと交換用の頭部だったり、エフェクトがついた刀の持ち手で、吾妻善逸の日輪刀、あとは差し替えの足パーツだったり、座布団があります。こんな感じです。取扱説明書です。こういった形で入ってたんですけれども、ちょっとこう、まあ折れ曲がっちゃってたんですけれども、取扱説明書が入っていました。顔パーツの差し替えだったり、日輪刀、納刀バージョンに関して、足パーツの差し替え、手の差し替え、エフェクトパーツに関して、取扱説明書が入っておりました。
まず回復のままの状態を見ていきましょう。全体はこんな感じです。正面はこんな感じです。で、全体を見ていくとこんな感じです。背中には鬼殺隊滅の文字が入っています。この善逸の独特な頭の造形もきちんと後ろもなされています。はいはい、羽織と刀を装備してみました。羽織を着せてみました。正面はこんな感じです。で、羽織には針金が入っているので表情をつけることができます。この特徴的な柄もきちんと再現されていますね。あとは腰の刀も着脱が可能です。はい、頭部のアップです。特徴的な髪型も造形されていますし、色分けもされています。表情は少し微笑んだようなお顔になっています。これが標準で付けられていた顔パーツです。お顔に関してはアニメというよりは原作の漫画に近いように個人的には思います。はい、横もこんな感じです。はい、後ろもねきちんと造形されています。はい、それでは可動域を見ていきましょう。はい、頭部は横上下ですね。で、羽織は布なので干渉はしないんですけれども、ちょっとやっぱり洋服を着てる感覚ですね。それでこう布も表情がつくっていう感じです。で、横だったり肘が曲がったりとか、手首は交換式なので回ったりもできます。はい、で胴体グッといくとこれぐらいで、後ろは反るとこれぐらい。はい、で足は前にこれぐらい。はい、刀がない方でいきましょう。後ろはこれぐらいですね。はいはい、次が膝がこれぐらい。はいはい、つま先は横と前後、後ろにこう大きく稼働することができます。で、つま先が曲がります。交換用の顔パーツは3種類あって、左から目を閉じた顔パーツで、真ん中が少ししょんぼりしたようなお顔、そして一番右が焦って怒ってるような顔パーツになっています。はい、交換用の前髪パーツなんですけれども、頭の上にスズメのチュン太郎が乗っています。交換用の手首パーツです。開きて人差し指を立てている、握り拳、持ち手パーツ、持ち手の手パーツです。はい、エフェクトパーツです。これは足につけるエフェクトパーツです。エフェクトパーツがついた刀の持ち手です。ビリビリとエフェクトがついています。はい、座布団と
交換用の足パーツです。これは正座する用の交換用のパーツですね。これがこう逆こうなるわけですね。こうなって正座のポーズが取れるという感じになってます。次は前逸の日輪刀です。はい、細かく塗装も塗り分けられていますし、特徴的な稲妻の模様もきちんと再現されています。よいしょ。はい、こんな感じです。はい、バズモット、鬼滅の刃、吾妻善逸、いかがだったでしょうか。やはり羽織が布でできているということで、表情がつけられてとても楽しく遊べたんではないでしょうか。またエフェクトパーツもついていて、遊びの幅も広がります。ぜひ手に取った方は他のキャラクター、炭治郎だったり禰豆子ちゃんだったりと一緒に遊んでもらえたら、もっと楽しくなるんじゃないかなと思います。それでは今回の動画はここまで。またの動画でお会いいたしましょう。皆さん、お体には気をつけない乾杯。それではまた、バイバーイ。この動画は七蔵が制作いたしました。ご視聴ありがとうございました。次の動画もお楽しみに。チャンネル登録もよろしくお願いします。